はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。9月は20日の金曜日でございまして、今さっきまでですねメディアさんの取材を受けてました。3時を回りましたね。3時15分、結局今日は568円高。今日金曜日ですからね、この後ですね、今週来週はですね、23日は振り替え休日、秋分の日の振り替え休日ですね。僕が学校行った時は振り替え休日なんて優しい制度なかったで、ほんまにもう今はいいですね、ほんまにいっぱい休めてね。別に今の私は休みたくないですけど、学校時代は休めなかったですね。それ学校って超つまらんやんと、もうそのあのつまらん学校に行ってですね、机に座ってアホな先生の話を聞かなあかんって言われば、あれは苦行以外の何もでもなかったですよね、ほんまに。さて行きましょうか。ドル円は 142.1、 ちょっと円高になってるんですかね。でドルウォン変わらずですね、1329と。で本題はですね、このあれですね、この中国の大企業に乗ってるですね、これね、手抜き工事ですけども、題名はですね、タイトルの題名はですね、中国の手抜き工事、ここも手すりがいとも簡単に外れ危うく落下事故に、ということで。ちょっと今動かしたらカメラのあれが悪いかな、こんな感じかな。はい、でですね、本文読みますとこんな感じで、ある作業員がですね、室外機を設置しようとふっとこの天井からぶら下がって、天井屋上からぶら下がって手すりに手をかけたらピョッと取れてしまったという話ですけど、最近中国河北省老宝市にあるマンションの高層階にエアコンの室外機を設置しようとした作業者は、このおから工事のせいで危うく事故になるところだったと。この業者は中国メディア映像網の取材に応じており、それによると当時20数階に住む高層マンションの住民からエアコン設置工事を請け負った。安全ロープを使ってビルの外壁で室外機設置の作業を行う途中、ビル外壁に取り付けられたエアコン室外機置き場の正面縦格子に手をかけた途端に簡単に外れてしまったという本来取れるはずがないところが外れてしまったため、この作業者は空中でバランスを崩した。当時の様子を映した動画を見ているこちらまでヒヤッとする危険な瞬間であったに違いない。改革校ですね、自分は幸いにも安全ロープを2本もつけていたおかげでなんとか落下事故にはならなかった。もし普通の施工業者が使うような、ここまで丈夫でないロープ1本だけだと、あれで落下していたかもしれないと同作業者は振り返ったと。なんて言いますか、あの国というのはですね、本当にもうありとあらゆるところでですね、手抜き工事が横行しております。まあこれは幸いですね、その人身事故にはならなかったんでですね、まあ大事な気を得たんですけども、簡単に外れるようなね手すりをねつけとくなよと思うんですけど、まあなんて言いますか、その利益を追求するあまりにですね、手抜き工事をやりまくってるというイメージですね。手触って取れるぐらいやったらね、台風が来たら飛んでしまうでしょ。でも中国ってね、ほぼ台風行かないんですね。この前上海に上陸してえらい目に遭ってましたけどもですね、そんなだから強風も吹かないんでしょうね、きっと。まあ日本は台風もあるや地震もある国なんでですね、こんなことしてですね、もう飛ばされてもしたらですね、もう大問題ですよね。でこれしかしね、中国という国は本当にこの低信用社会といつも申し上げるんですけども、何もかも信用できないんですよね。こう何もかも信用できないからですね、全てを疑ってかからなければいけないというですね日本人でよかったなというのはいつもの結論ですけどもですね、中国に行ってね、こう生活するというのはですね、よほどにこうリスクが高いですね。
こう何が起こるかわからないわけであって、きちんとついているはずの手すりがですね、ひゅっと触っただけで取れてしまうなんてありえないでしょう。で、日本でもしこれがバレたらですね、ほぼ犯罪行為ですね。何になるのか分かりませんけどもですね、まず契約不履行であることは間違いなしですね。で、これでですね、もしこの方がですね、怪我でもしたら過失致傷になりますね。しかし、そう、それをね、こう、すぐバレるやん、これ、というようなことも平気でやってるわけなんですよね。なんていうか、こう、職業倫理はないんか、お前らと思うんですけど、多分ないんでしょうね。いや、だから何も信用できひんやんということに なってしまいます。もうこんなですね、なんていうか、こういうのをやっぱり取り締まる役所もないんでしょうね。で、施工業者は分かってるんでしょうけども、多分下請け出しててですね、その下請けもですね、まあ連絡取れない状態みたいになってて、でこんなもんで築 2,3 年やったらもう分からなくなってるでしょう。ですね、だから本当にこういうことがですね、こう日常に起こる国というのはですね、もう日本人の感覚から見たらですね、超異常ですしですね、まあまあまあ、あのね、実は日本にもですね、こう中国人のこういう業者いっぱいいるんですよね。中国の業者さんがいっぱいいるんですね。で、日本でさすがにこういういい加減な工事したら一発でですね、信用なくなりますよね。この前ね、この天井から水がポタポタ落ってくる事件があってですね、で、あの大家さんに連絡したらですね、業者さんに横行してくれたんですけどですね、2人来て2人とも中国人でしたね。で、1人が職人で、1人が通訳でしたね。まあそれでも一応ちゃんと見てくれたんでですね、よかったですけどね。まあ別にね、中国人が全部こういういい加減な仕事をしているとは思いませんけどもですね、かなりの割合、日本に比べたらかなりの割合でこういう手抜きをやってるわけでしょ。で、まあね、何も人身事故にならなければいいですけどもですね、例えばちょっとした地震があったりする、中国ってほぼ地震ないんですけども、時々あるんですよ。で、震度5ぐらいが来るとですね、もうバタバタと建物が壊れるんですよ。なぜかっていうと、岡田工事からなんですね。で、それも学校とか病院とかって割とでかい建物が壊れるんですよ。で、日本の場合ね、学校とか病院ってね、普通のこのマンションとかに比べたら 1.5 倍の強度で作られてるんですね。だからほぼ壊れないんですよ。普通の家が壊れてても、学校病院は壊れないんですよね。ところが向こうは学校病院から壊れていくというですね、なんというか、こう本末転倒やろうというのはですね、学校とか病院は公共では地方政府がですね、お金を出して作ったりするでしょ。そしたら下請けに行ってですね、最後はですね、ほとんど利益が出ないんで、岡田工事でなんとか利益を出すと、そういう構造らしいですね。で、それがまた地震が来ない限りバレない構造になっていると。まあ、低信用社会のですね、怖いところでございます。この大起源、中国の手抜き工事、ここにも手すりがいとも簡単に外れ、うにゃうにゃというところのですね、アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さん、どうもありがとうございました。